オトヤもナッツンも元気だな。今度はホットアップルサイダーが気になるって走っていっちゃった。お兄さんはもうお腹パンパン。でも屋台に目移りしちゃう気持ちはわかるな。こういうところって雰囲気だけでもテンション上がっちゃうもんね。さっきのターキーはランランが好きそうだし、お菓子の山はミュウちゃんが絶対喜ぶでしょ。アイアイにもお土産に可愛いクッキーを買って、あははは、僕も浮かれちゃってるかも。と、もうすぐ時間だ。遅れたら大変大変。オートヤー、ナッツン、キャンドル作りに行くよ。そろそろ戻っておいで。じゃじゃーん、これが僕の作ったキャンドル。どうどう、いいセンスしてるでしょ。キャンドル作りに行ってみた人、おお、結構いるね。自分の好きな柄で作れるから楽しいよね。手作りな分、思い出もひとしおだよね。そんな風に3人で頑張って作ったキャンドルを次の曲の演出に使っちゃうよ。マイガールはクリスマスをどうやって過ごしたい？ワイワイ楽しく？それともしっとり落ち着いた感じがいい？僕と一緒ならどんな希望も叶えてあげる。それじゃあ次の曲いくよー。